皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエッチとゆうちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。いやなんか、はい、ここまた最近コロナ禍の中、うんうんうん、なんかだんだん患者数も増えてきて、うん、大変になってきてるんやけど、うん、このコロナ禍の中でどう事業を運営して維持して、うん、でまた自分自身や社員の健康管理や、うん、感染対策どうしたらいいかなっていうようなことをちょっと思い悩んでるっていうか行き詰まってるところの人も多いと思うので、まあ、身近なところでね、うん、ちょっとその専門家っていうか、まあはい、よくご存知の方に、うん、来ていただいてそんな話ちょっとしてもらおうかなと思って、はい、そういうゲストさんに来ていただいてます、はいはい、ではその前にちょっと CM に行ってですね、早っ、はい、でも早っ、もうさっさと、はい、分かりました、はい、では CM 行ってください、はい、どうぞ、いらっしゃい。皆さん、はい、この番組のもう準レギュラーというか、もう毎回、いつも来ていただいてる、美容整体院装備 M 代表の宮本和夫さん、和ちゃんに来ていただいてます。どうも宮本でございます。和ちゃんも番組持ったらええんちゃう。そう、いやそこまでちょっとお時間がまだないね、まあ、まだね、うん、いやこのコロナ禍もまあ皆さんいろいろ大変やと思うんやけども、うん、和ちゃんのとこは事業はどんな感じで今こうやってます？母ちゃんとかは大丈夫じゃないの？いやそんなことないよ。やっぱり厳しい面もいっぱいありまして、うん、うん、まずはあの4月、うん、ね、あの事業はまず止めないといけない。そう、うん、だからその前に僕止めたんですよ実は。僕ね3月のもう初めぐらいにはもうあのお客さん半分以下にして、だから止まってもいいような段取りは組んでたんですよ。なるほど、うんうん、でそれで4月本当にねあの3日間、うん、全くお客さんがいない日があって、まあその時何をしてたか、朝からビールパスッと開けてたね僕は。で何しようかなってずっと思ってたんやけども、でも実際この3日間で何をしたかっていうことを、うん、あのお伝えしますと、実はですね健康管理をもうすぐ僕してました。なるほどね、集中的に、うんうんうん、というのはあのまずあの今までできなかったこと、睡眠、うんうんうん、あのそれと自分の体調を整えるための運動であり、うんうん、はい、あのそういったメンタルのことですね、うんうん、これをですね徹底的にちょっとこの3日間は、うんうん、ちょっと自分の内にやってみようと、うんうん、いうことでやってまして、じゃあまず第一何をしたかというと水をね、うん、よく飲んだんですね。でなるほど、うん、はい、それとあの塩水、朝一起きてまず塩水、その後もう水を、いや何リッター飲んだかな、1日3リッター以上、うん、うんうん、ガンガン飲んで、うん、それであとその後何をしたかって言ってみれば、本当にね今ね鬼滅の刃って流行ってるじゃないですか、あれと一緒で、あの呼吸なんですよ。もう全集中的な呼吸、要はあのガーッと息吸って、うん、ふーっと吐くね、要は、うん、あの丹田から息ね、はい、丹田であの息を止めてっていう、うん、あの深呼吸のやり方、あの腹式呼吸という、うんうん、あれをですね一日中ねずーっとやるんですよ。一日中、うん、あれの練習をするので、うん、かなりしんどいです。はっきり言ってもうハーハーするし、もう多分数時間でもう汗バンバンかくしね、数時間どころか、うん、10分15分でもしんどいよね、あの、はい、その腹式呼吸、はい、今テレビでそれやってた、なんかシステマかなんかのやつで呼吸をやってた、うんうん、あの火の呼吸かな、そう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 、システマでっていうやつの呼吸法をやってた、うん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 、うん、やっぱりね、あれは本当にね、すごくね、自分の体の中の循環も良くなるし、うん、あのやっぱり空気っていうものはどんなものやって言ってみたら、酸素は、うん、血液の、栄養分を運んでくれるものなんでね、ということは、いかにあの皆さん空気というか吸えてないんですよ、ね、でマスクすることによって、何起こってるかって言ってみたら、
ものすごくね、あの息が皆さん浅い、うん、浅いね、ものすごい浅い、そうそうそう、うん、となってくると肺の動きパカ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 してる割には、うん、あの空気入ってないから疲れがね、うん、ひどいとか、うんうん、で寝れないっていう方もいらっしゃいますし、うん、このマスクのせいで意外とね、あの自律神経がね悪くなって不安定な方がいます、うんうん、だからそういった方にも、今はあの深呼吸をたくさんしていただいて、ね、うんうん、でそういった後水をね、たくさん飲んでいただく、水をね、はい、その後、まあ、適時な運動、まあ、僕の場合は、うん、ヨガとかは行きませんけども太極拳、うん、ね、やってましたね、うん、というのは今でもやってるんですけども、この太極拳の動きっていうのは、まあ、本当にゆっくりじゃないですか、うんうん、それを呼吸をしながらずっとやるんです ね, ねたった1分でも2分でもいいです、やらなかったらね体の中がガーッと熱くなってくるんで、そうなってくると体の中の免疫力が上がってくるんでね、うん、まあ、ちょっと皆さん試してみはったらどうかなとは思いますね、うん、そういったことをやりもって自分のメンタル、体の調整というのを3日間徹底的にやったら、やっぱり調子上がってくるんですよ、うん、でそれでまた自分はやっぱお客様と接するお仕事なので、うん、どうしてもね、自分もコロナにかかってもいけない、うつしてもいけないという中でやるって本当難しかったんですけども、うん、とりあえずまず自分が元気でないことには何もできない、ね、うん、お客様のお家に行くのもはっきり言って怖いんですよ、うん、僕らは出張多いから、うんうん、そうなってきてもとにかく消毒、うん、で手はね、皆さん、ね、よくアルコールとかよく使ってるじゃないですか、うん、アルコールまだいいんですけども次亜塩酸とかね、あるじゃないですか、あんな手使いすぎたら手のね、膜を張ってるね、いい菌全部死んじゃうから、かえって風邪ひいたりとか、うつりますよ、うん、それと海外とね、日本でもう全然数が違うじゃないですか、これなんで違うと思います、うち、意外なとこよ、多分、うん、僕が思ってるのは生活習慣が違うから、うん、なんていうの、握手したりとかそのハグしたりとかいう生活、そういう接触する機会も少ないっていうのと、うん、マスクせえ言うたら日本人全員ほとんどマスクしたり、うん、手洗いもきっちりする、うん、そういう勤勉さがあるからやと思うんですよね。確かにそれも一つあります、うん、はい、ゆみちゃん、えこれ意外なと、でも私もだってもう日本人手洗いの場合はもう昔からずっとやってるし、うん、今さらせいって言われなくてもやってるでしょ、習慣としてやってるし、うん、気がない、まあ、なるほどね、うんうんうん、ね、日本と海外の生活の様式の違いで、うん、靴を脱ぐ、靴やね、これや、ここなのよ、なるほど、ね、このね、うん、家の中に菌を持ち込むのは靴なんですよ、うん、実は確かに、うん、なので日本人は玄関に脱ぐじゃないですか、うん、でここで脱いでるからまずそこから入ってくることが少ないんですよ。いや、うち怪しいで、息子裸足で靴変なとこ脱いでババーンってそのまま入ってきたりしよう、お前が怪しい、それはお前がって、ね、やばいな、それはやばいね、それはもうちょっとちゃちゃっと拭いてもらって実は僕もそこ気になってて、うん、お店でいろいろ手の消毒、うん、それか、まあ、なんかミストで消毒薬炊いたりしてるけど、うんうんうん、足拭きマットに除菌のやつ入れてる人、ところ店ってないんですよ。そうなんですね、あれやるとかなり、うん、まあ言うたら感染率下がるっていうのを聞いたことあるんですよ。そうなんです、そのマットを呼吸させたら、はい、ええんやんね、そう、人力やらしいこと言うことだ、うん、でも実際家でできることって、うん、要は家の前にその除菌剤を入る前に足の上ちゃちゃっとやってちゃちゃっとやって、うん、こ、う、れ、ん、まあ玄関マットあるじゃないですか、うん、そんなんでコンコンコンってやるだけでも全然変わります、うん、これはね、風邪も一緒、うん、はい、インフルエンザ風邪ね、うん、今これからもうやっぱり寒くなってくるし、かかってしまえばまずはいわゆる PCR 検査でしょ、うん、でどうしても絶対引っかかるじゃないですか、でそれがほんまにインフルエンザなんかコロナなんかと分からないような状況で、うんうん、じゃあほんなら僕らは自営業者どうなんねって言えばそこで終わっちゃうから、そうだね、だからとにかく足元っていうのを皆さんちょっと注意していただけたんで、なるほどね、だいぶ変わるかなと思いますね、うんうん、やっぱり足元靴、うん、ちょっと考えてみてほしい、ちょっとなおさらに良くなってんのが、トイレで感染した人って結局撒き散らしてるんですよ。でそのトイレを共用で使わなあかんから、うん、トイレの除菌をもっと徹底したら感染率下がると僕は思ってるんですよ。確かにそうですよね、うんうん、でトイレで、まあ、言えば
飛散するじゃないですか、尿とか、はい、だか床に落ちてるじゃないですか、うん、それ靴につくじゃないですか、はい、それもありますよね。ありますね、ね、そういったものもありますね、うん、から、まあね、まあ、いろんな面でね、その辺まあ言うたらちょっと盲点になってるところっていうのを気をつければ、うん、ひょっとしたら爆発的な流行を防げるかもわかりますね。火の問題ちゃん、いや、そうじゃない、ならへんよ、ならへんよ、そうじゃない、大丈夫やわ。もうさ、もうあの何、あのあのなんていうの、いつもほら、あの笑って元気でいてるから、そう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 、ね、免疫上がってはるから、ありがとう、おかげさまで、もう可愛いし、綺麗やし、ありがとう、うん、もっと言おうか、もっともっと、もらうときはもらう、うん、まあ、それと、まあ、その健康であること、感染しないこと、うん、プラスアルファ、このコロナ期にちょっとなおざりになって、マスクしてるから、まあ、化粧しない、してるね、めっちゃ、いや、シトとかいるやん、うん、化粧品売れ行くや下がったりとか、あのね、うん、口紅は確かに乗らなくなったけど、うんうん、だって一緒やもん、尽くします、そうやね、そうやね、うん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 、うん、だからその辺でちょっと前言ったら美容面で、まあ、ちょっとなおざりになってる部分があって、せっかくあの綺麗なお肌やのに肌が荒れて、でもあれね、マスクのせいでここ荒れんねんよ、荒れるんやね、そう、だそういうものに対しての対策なんかも、うん、ちょっとまあ専門家やから、うん、かっちゃんに聞いて、うん、どうしたらええんかなと、まあ、例えば、うん、ほんまちゃんと化粧ファンデーション塗った方がええのか、うん、それとか、うん、こうやった方がマスクで荒れたりするのが軽減されるよっていうのはどうなんやろうね。あのね、だからね、お肌に合うかどうかっていうのはまずあってね、うんうん、例えばナイロン製が、お肌の弱い方っていうのはやっぱりあの油でね出てるようなオイル製品っていうのはやっぱり弱いんですよ、体に、うん、要するにあのナイロン系のやつっていうのね、うん、マスクがバチッてみんなええのしてありますけど、結構それをやってると中は蒸れるんですけど、だからここのところが全部あの皮膚呼吸はできてなかったり、うん、やっぱりしちゃうことが多いんで、うん、やっぱりそういった人はあのこのビタッとするやつよりも普通の紙のやつとかでガーゼのやつの方がええのかもしれないなと僕思ってます、うん、それ、うん、ガーゼのね、うん、ガーゼのやつ、うん、ガーゼっていうか、うん、そうだね、布のやつ、うん、でもあれはそうそうそう、でもあれ感染の、ね、予防にはならないからって言われるじゃないですか、うん、そう、うん、そう、予防のあれから言うと不織布が一番やって、うん、でもあれは無理、あれはもう変に蒸れるから、うん、あれはできない、蒸れる、ね、うん、蒸れるし、あの皮膚呼吸だけではなくて、やっぱり肌に当たってる部分ってやっぱ弱い人は全部そこでアレルギーになっちゃって、うん、ブーって出るんだよね、うん、だからそれはやっぱりかわいそうだし、できるだけあの布もうやっぱり僕は使うべきやなと思う、ね、うんうん、今でこそやっぱ日本手ぬぐいじゃないけども、そういったあの素材というものを見直してもらって、ね、あのそういったものを上手に 使いこなしてもらう、うんうん、アンダーマスクみたいなのも流行ってますよね。そう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 、入った上で、うん、アンダーマスクの上にちょっと手作りのやつしてる人多いよね。そういったものの方が安全だし、うん、あのやっぱり使いますというかあの洗えるしね、ちゃんと綺麗、ね、うん、に洗えるし、うんうんうん、そっちの方がやっぱり僕はいいかなうん、と思いますね。あのそれと行さんにね、今買い置きしてはった方って言いはると思う、マスクを、うん、あれね、マスクってやっぱり綿花やから、うん、あの一回空気増えると実はね、あれね、カビてくるんですよ。あ、そうか、うん、あ、なるほどね、油が、うん、あの含んでるぐらいのもんやもんね。そうです、そうです、あれ、ね、カビ寄るから空気増えさせたらダメなんですよ。なるほどね、うん、ダメなんですよ。だから一回ポコンと開けてしまったら、もう使い切るまでずっと使わんと、うん、もう一回使ったら、はい、もう多分去年の頃からやるから、もう半年以上経ってるようなやつ、うん、もう使う方がいい、もう肌に悪いよ、うん、それこれやったらもう逆に言ったらジップロックで密封せなあかんね。そうそう、密封してあの空気入らないようにするとか、空気を抜いちゃってそのまま保管しておくとか、まあ今やったら一個一個包装した反応もあるけど、まあ、まあそれはまあはっきり少ないしね、特に中国製のやつとか、ね、悪いとは言わへんよ、うん、悪いとは言わへんけども、やっぱりそういった保管とか、あのパッと開けた時見てみた時に何も包装されてないような状況で来ると、うん、やっぱり劣化っていうのはやっぱりちょっと早いかなと、なるほどね、うん、とは思いますね。だからあのなるべく日本人に合うものはやっぱり うん、日本のものなんで、うん、やっぱりあの手ぬぐいであったりとか、うん、そういったものの方が僕は優しいかな。だから自分もやっぱり、うん、実際してるのは家でしてるとか、はい、常にしてるのはやっぱりそういったものですもんね、はい、うん、なるほど、できるだけそういったもの、自然のものを使うようにしてるようにしてますね、うんうん、車が多いからついするの忘れるよね、本当に、うん、それでも一番安全って言いますもんね、車の中で、うん、ね、で最近、ね、お店なんかとか、うん、まあ、居酒屋さんなんかもそうなんやけども、うん、マスクを忘れて帰る人多いので、なんかごめん、僕もやっちゃってる、そのマスクが
店員さんが一番触るのが嫌最悪かも。で、確かに。で、ものすごい多いらしいよ、うん、あの外して忘れて帰る人が。なんかでも私がよく行くお店とかカフェとかはマスクこちらにどうぞ言って袋くれる。袋くれるよね。そうそうそう。袋くれたらしまうんやけどね。しまうか忘れていっても袋に入ってるから、うん、まあまあね、みんななんで、うん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 、でもそうやね、確かに、うん、マスクの忘れ物がめちゃくちゃ多いって聞いた。そら飲んだら忘れるやろ、うん、忘れるよね、うん、忘れる。それで電車乗る頃気がついて、うん、あの予備あるでしょ、みんな予備持ってるでしょ。で、まあ予備ある人よりやれし、うん、あの京スクで買ったりして、うん、だから本当なんか飲み屋さんのその忘れ物めちゃくちゃ多いっていう。それで言ったらやっぱりちょっと高いめのマスク持った方がいいのよね。で、こう僕はプラス上げてるのよ。あーなるほどね。でもね、私それね、マスクを、うん、医療関係の人なんか聞いたんやけど、うん、こうしてるやつをここに下げたりしたら意味がないって。ここに雑菌ついてるから。そうそうそう。だからこうやってやったりとか、そうだって上こう下げとったらさ、その時点で良くないやん。やっぱ畳んでしまっとくか、うん、下げたらこう畳むか、もう外したら、うんうん、変えるが原則って言われてる、うんうん、っていうふうに聞いたよ、うんうん、でないと本当一回こう口についてたやつ外しちゃった時点で置き方も大事やよしね。そう、アウトだねって、うんうんうん、そうですね、うん、だからね、今ね1月くらい、まあまあ12月、1月、うん、2月、うん、まあ3月を超え、うん、やっぱりちょっと寒い時期じゃないですか。インフル増えてくるもん ね、ということは、うん、このマスクの需要だけ考えてみたら、うん、で1日1枚、仮にね、紙やったら1日1枚使うとしたら、うん、まあ、1人だけでも、30の3、4、120か、うん、ね、いるのかな、120の、うん、だからひょっとしたら1人で、あのこの4月が200枚ぐらい使うわけさ、うんうん、となってくると、その200枚をこの毎日使う分において、ちゃんとほんまに清潔に使えてますか、うん、ということを考えてもらう方が、僕はあのご自身のためだと思いますね。マスクをしてるからいいのではなくて、うん、本当にそのものが劣化してないものを使ってもらう。だからよく言われてるのは、うん、マスクプラス除菌スプレーをマスクにかけろって言って、うんうん、でもなんか除菌しすぎるから結局体弱るっても聞くしね。めっちゃ弱りますね。終わりがないやん、うん、そうやってなったら、うん、さっき言ってたみたいに、ね、手の常在菌が、ね、うん、死んじゃったりとかってして、それで免疫下がってってなるでしょ、うんうん、やりすぎはあかんのんちゃう。全集中。いや、そうやで、ね、まあ、そこやと思うので、やっぱ気やは気。自分のエネルギーを高めておくことじゃん、やっぱり、うんうんうん、ね、やっぱりそれはもうね、うん、一番はあの自分の中をね、やっぱりちゃんと、うん、あのきれいにしておく、うん、それと呼吸をね、肺の中にいっぱいね、吸ってもらって、これあのちゃんと体を全身に、ね、うん、あの栄養が回るように、うんうん、空気を回してあげる。でそれによってあの老廃物を全部出していく、体の中をね作っていくはることを、うん、あの僕はいいかなと思いますね。確かに、うん、どっちにしてもこれからあのなんか集まるっていうのは、うん、やっぱり難しい時期じゃないですか。難しいね、うん、僕らでもそうですよ。やっぱりなんかあるなっていうでもやっぱりそんな集まれへんしね、うんうん、まあでもその中でもやっぱりあの生活、うん、あのね、経済っていうのはやっていかなあかんもんやから、うん、まあこの両輪を回していくってかなり難しいことかもしれないけども、うん、でもちょっとした工夫、うんうん、その工夫をまた楽しむっていうことを僕はもうちょっと一つ一つまた考えていきたいなとは思ってますけどね、うん、美味しいもの食べに行きたいのにね、うん、食べたい、うん、このコロナ禍でね、うん、さっきあの、ね、料理の話とかも出たけども、うん、お鍋が全部ひ、うん、一人鍋になってんのよ。もうめっちゃ思んないやん。もういや、これは寂しいけど、ね、一人鍋になってんのよ。そう、一人鍋になっちゃうんやね。もうもつ鍋行かれへんやん。いや、一人鍋になってなかったら注文せえへんっていうか、うん、来てくれへん言うて一人鍋になってくらしいのよ。あ、でこれコロナ禍の文化の、ね、っていうか影響やなって。で、一人鍋用の鍋が不足してるんですよ。その何、その食器屋さんで、すごい、いろんなお店が一人鍋買う、仕入れるから、世の中やな。そう、何でもすぐ不足すんねんなと思って、ね、で固形燃料がいるやん、一人鍋用の。そう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 、固形燃料が不足してるんやって。不思議やろ、面白い現象やろ。じゃあ別に鍋じゃなくてもいいんじゃないの。まあね、まあ美味しけりゃいいや。まあ美味しけりゃね、いいよ。だからコロナ禍でいろんな現象が起きるなと思って、うん、本当やね。まあ、でも
そういったね、やっぱり面白いね、そういったあの、うん、今までにない目に見えないこと、まあ、仕事にしてみたら、まあ、リモートになったりとか、そうもう僕もやっぱりね、今まで何かあったらちょっと大手にしゃべろうやっていうのはほんまあったけど、うん、今もやめて、ズームでええやんって、もう全部なっちまってるし、ね、ズーム、うん、だから、ズームの利用者がものすごい増えてるから、うん、ズームの、 あのバックボーンが大変やんね。でもまあ、 楽でいいけどね、僕らズームでやんっていうのはね、うん、まあまあ、うん、ね、でも一緒になんか食べたりとかさ、しながらあのエネルギー感じるのが楽しいよね、うん、まあ、そうそう、それはね、確かにそれはそう、ズーム飲み会やってる人もいるよね。あれは寂しい、やってるばっかもあれ全然盛り上がらへん、うん、全然もうだって日頃自分が食べないようなものを外で食べるのが楽しい、そうそうそう、美味しいもんね、うん、家でなんかいつも見てるようなものを見ながらなんかただ喋ってるだけってちょっと寂しいよね、うんうん、私が淡路島でケータリングとかもないからかもしれんけどさ、まあでもね、いやでもこれからそういう文化もできてくるかも分からへんよね、どこにいても美味しいものをこう、うん、食べられるようになる、ね、そういうサービスをすることで経済が回っていくかも分からへんよね、そうですね、うん、うんよう食べる人たちが動けなくなったらこれ経済回らんからねそうそうそう、ほんまにいかんなったね、もうほぼほぼ毎日出てた人間が、うちにもカズちゃんにも誕生日のお祝いもしてもらってへん、うちにも今年終わっちゃいましたよねえ、そうだね、そうだね、いいけどね、じゃあコマーシャル行きましょうか、はい、じゃあ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、セナナンバー、セナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット、セナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います、はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか、ご登録はこちらから、ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼントシャナナンバー、おかえりなさい、はい、PR 告知コーナーなんですけども、うん、まあ、それも含めて、うん、今おすすめもうやっぱりコロナのこのコロナ禍でもやっぱり女性は綺麗でいたい、うん、おすすめの、まあ、美容法、うん、まあ、マスク、ね、はめてるその環境の中でどうしたらええだとか、うん、今この時期に、まあ、言えば、美肌にするっていうのも、ね、家にいるんやからあんまり紫外線も浴びひんやろし、でなんかそういうアドバイスあったらちょっと教えてほしいんですけどね、うん、結構多いんですよ、うん、あのね、家にいながら家にいるんだから、うん、綺麗にすることっていっぱいあるんじゃないってよく言われる、うん、僕結構言うんですけど、うん、いやその前にちゃんと顔ちゃんと洗ってますかって僕言うの、なるほどね、ちゃんと洗ってますかと、うん、うん、じゃあほんなら、ちゃんとゴシゴシとそんなことしてはりませんよねって、うんうん、ね、泡を乗せて、うん、ふわふわしてこう、ね、温めて、うん、そこからまたガーッと洗うんじゃなくてシャワーでシャーッと、うん、ね、じゃミストにはバーッとやって、うん、でその後上がって30秒以内にドバドバッと、バシャバシャーっとつけてますかと、ここが基本やから、うん、まずここができてないとまず美肌っていうのはなかなか作りにくいのよね、要するに基本のベースっていうのはやっぱりまずは汚れを落とす、うん、ちゃんと汚れを落とすからこそ美容液が入ってくる、うん、でその後にすることはしはったらいいと思うんですけど、まずは顔をきちっと洗う、うんうん、でそれと例えばニキビとかできてしまったら、うん、あまりそこはいじらないで本当にバーッとね、ちょっときれいにはしておく、清潔にはしておいた方がいいんですけども、うん、まあ、そういう状にいじらないで、あとそれとね、今僕美容器バシャバシャって言いましたけど、週に1回は何もしない、何もしない、何もしない、うん、つけない、うん、これね大事で、肌を甘やかすと、何でもそうなんだけども、うん、またやってくれるわって言いますよ人間、うん、要は肩僕が揉める人間がいたとしたら、うん、ほんなら、ね、友達がいたらちょっと肩揉んでいいな、うん、あ、ええよええよってやったとしたら、ほんならまた揉んでいいなるじゃないですか、うん、じゃあほんならそういうのではなくて甘やかさない、うん、まずはそういうふうな過酷な状況を作ってあげると、うん、体の中からね、あ、これやばいわって出してくるのね、うん、なるほどね、うんうん、だからそれは自己免疫力なんだけども、うん、そういった日もやっぱり必要なんで、うん、まあ、週に1回何もしない日もあってもいいというふうにやらはったら、ちょっとずつ、ね、肌の質って変わってきたりとかね、うんう
しますし、やはりあの乾燥は今はものすごく、うんうん、やっぱりダメだね、お肌にはダメなので、ね、うん、できるだけ湿度 60% ぐらいには保っていただけたらいいかなと、うん、あの当然今加湿器もう今必要な時代じゃないですか、だからそういうところを上手に使っていただいて、であのただ加湿するのだけではなくてやっぱアロマ焚いてみたりとか、あとあの化粧水を焚いたりとかね、うんうんうん、意外とね、うん、自分だけ向けてね、向けてミスト状にしてね、やってみるとかね、あのちょっと楽しいものがいいかなと、うん、そうすることによって肌の質とか中から あのターンオーバーとか、うん、ね、なかなか年が大きくなってくると難しいんだけども、まあまだに、ね、お若い間やったらまだまだ綺麗になる要素はいっぱいあるんで、まあ、それこそ例えば一人暮らしの若い女の子で、うん、加湿器とあんまりもうそんな持ってないよっていうような人やったら、うんうん、例えば、半身浴、うん、しながら、うん、30分か1時間まず若い子風呂に入らんから、シャワーやから、入らんの、シャワーよ、いやでもシャワーよ、そう、シャワーじゃない方が健康に良くない、そうそうよ、でも若い子らはまあ入らんって聞くよ、そうなん、うん、シャワーじゃ赤落ちひんのじゃん、いや、シャワーつけたらいけんちゃう、ミラブル、うん、ミラブル、ミラブル言うてもた、商品名言うてもた、あのね、冷えるしね、うん、あったまらへんから、うん、ほんまはシャワーだけじゃダメ、そうやね、うんうん、免疫下がるよね、カズちゃん、下がりますな、冷えがあかんね、温、うんうん、まった方がいいよね、うん、で、こう、湯気で肌にこう湿気与えるっていうのも大事やんね、まあ、それはね、あの基本やね、あの、うん、肌をきれいに保つってのはまず乾燥させない、うん、あとそれとあの耳きび膨れるものになるようなことを、ね、もう食べない、うん、そうやね、うん、で、まあ寝る、寝るね、うん、寝る、うん、寝る寝具、枕カバーを清潔に保つのも大事やね、めちゃめちゃ大事、うん、なんかもっちゃんなんかそんな話聞いてしょったらなんかちょっとせちがない感じ、雰囲気なんかもうちょっと盛り上がれへんな、なんかもうちょっと盛り上げてよ、うん、もう時間残り少なくなってきたんですけど、あらまあそうですな、うん、そうよ、そうですな、うん、何がいい？何がいい？うん、なんかでも食べに行きたい、ベッチなんか連れて行って。お前や。いや連れて行ったるからお金払ってよ。もう。いやいや、こんなおっさんトーク、美容の話してくれるかって思ったら、なんかさ、もう。かんちゃんところのその、うん、装備 M？ うん。美容整体の方で、うん、なんか、うん、そういうアドバイスとか相談、うん、受け付けるっていうような形で、うん、シャラのテレビ見たよって言ったらなんかアドバイスしてあげてくださいよ、なんぼでも、ね、でも適当やから、まあ、とりあえずカズちゃんに興味だったらメッセージしていただいてよろしいですか、美容のことは何でも言ってもらう、宮本和夫で検索してお問い合わせください、もうめちゃくちゃになってきましたけど、ありがとうございました、あと足首回してよ、足首回してよ、回してね、さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。